強く優しく生きる 飲みに行ってたって？あんたもお父さんの子だね。女がね、大酒飲みなんてかっこ悪いよ。酔っ払って人様に迷惑かけたら承知しないかんね。最近お父さんね、 2日で一生あげちゃうんだよ。 まったくあげれたもんだ。心配するお母さんの身にもなってみなよ。まったくごせあげちゃう。 月はね、自分が輝けば輝くほど周りの星たちは隠れちゃうでしょ。一人でもめげずに頑張ってんだよ。あんたもね、せっかく大きな夢持って東京に行ったんだから、あのお月様みたいに明るく輝かないとダメだがんね。でもね、三日月みたいに心が細くなったらいつでも帰っといで。ここはあんたのふるさとだから。